はい、どうもふみです。さあ今回はですね、とあるホテルに泊まりに来ております。それがねどこかって言いますと、センチュリーロイヤルホテルっていうところに、泊まりに来ております。こちらのホテルなんですが、もう札幌の方はね絶対、ちょっと待って、9割5分の人はね見たことあるんじゃないでしょうか。札幌駅から徒歩1分ですね。もう本当に札幌駅出たらもう見えるところにあるホテルです。はい、こちらのねホテルなんですが、いやいやふみちゃんとね新しいホテルができて、そこにね泊まりに行って、まあレビュー動画みたいなのよくありますけど、なんで今更みたいなねあると思うんですが、なんとですねこちらの、センチュリーロイヤルホテルなんですが、今月2024年5月ですね、5月の、31日、まあ、今月末ですね、今月末でなんと閉館するということで、びっくりですね。このホテルのことをねすごい知ってるかって言われたら、まあ、正直全く知らないんだけど、でもさ、もうここのホテルってめちゃめちゃねあの特徴的な形をしていて、まあ、それがなんでかっていうと、上にねスカイレストランっていう、まあこういう円形のレストランがあって、そこのレストランがね常になんか回転してるレストランらしいんですよ。わかる？常にご飯を食べてると、札幌の夜景をね360度こうやって見渡しながらご飯が食事がねできるっていう、すごいねあの外見に特徴のある、ホテルでして、そんなさ外見の特徴のあるホテルですよ。もう何年も前からね、このホテルだけはさ、あーこんなホテルがあるんだって見てきましたから、それが閉館ってなると、まあ、なんかあれ景観が変わっちゃうのかなみたいな、札幌の景観が変わっちゃうのかなって思うじゃないですか。だから、ね、せっかくなら、まあ、最後に泊まってみたいなと思いまして、今回ね予約してみました。まあ、今回ね、こちらのホテルなんだけど、ちょうど、1973年の5月ですね、5月です、今月と同じに、できたということで、今年でまあ51周年みたいですね。で、まあ、その51周年の最後の、まあ、2024年5月に、閉館すると。結構ね、あの、X の方ではね、札幌民の皆様が、って、ざわついてる感じがね、見受けられました。まあ、ということでね、まあ、正直、このホテル、初めてではあるんですが、最後の、ね、レビューをね、していきたいと思います。まあ、まずはですね、こちらの、料金、発表したいと思います。もうね皆様びっくりすると思います。現在ね、まあ、ゴールデンウィーク明けではあるんですが、にしてもゴールデンウィーク明けと直前予約っていう割引もありまして、であと僕ね、まあ、あの職業柄すごい宿をね予約することが多いので、まあ、それの割引も込みで込み素泊まりなんですけども、一泊9200円です。安っ。札幌駅徒歩1分ですよ。徒歩1分。でね、面白かったのが、あの、ゴールデンウィークの期間もね、まあ、ゴールデンウィーク前に予約をしたので、ゴールデンウィークの期間を見ると、一泊、最低よ、最低。最低、11万でした。高で。それがゴールデンウィーク明けの直前割、で僕の会員割で9200円10回以上泊まりますね。まあまあまあ、ゴールデンウィークはねあのインバウンドの影響もあってどこも高かったと思うんですが、にしても格安、この札幌駅前徒歩1分で9200円と聞いてもう即予約しました。まあ、即予約したんだけど、まあ、僕がねあの使っているサイトではこの部屋が最後でした。この日ね、この日この部屋が最後でした。エコノミーツインルームっていうね、シングルルームあったのかな、ちょっと見たんだけど見た感じなかったね。エコノミーツインクラスと、エコノミーツインルームとツインルームみたいなやつしかありませんでした。まあちょっとね、札幌駅周辺ということで、このね今こっちの方にカーテンがあるんだけど、どういった景色が広がっているのか、札幌をね街並みが、まあ、言ってしまえばホテルですからね、高いです。
結構景色もいいんじゃないでしょうかね。まあ、それも見ていきたいと思います。ということで、ルームツアーやっていきましょう。はい、ではね、ルームツアーやっていきたいと思います。まずね、鍵、これ51周年って感じがするね。なんと鍵です。ちょっと待って、そりゃそうだ。あのこういう感じの家で使うような鍵、まあ、いわゆるルームキー、違うな、なんつうんだ、カードキーだ、カードキーではないタイプ。いいね、年季を感じるけど、でもね、そんな年季もね感じさせないようなすごい綺麗なホテルになっております。では右側こちらね、ロッカー、はい、まあ、まあ普通のねロッカーですね。いや、いいね、この今までねたくさん、いろんな方にね使われてきた勲章がねあります。はい、そしてこちらユニットバス、めっちゃ綺麗よ。でもめっちゃ広いしね、お風呂場もかなり広いです。はい、あ、これ電話かな、すごいね、さすが。昔のホテルにありがちではないとは思うんだけど、でもこれ取れる、どうしよう、かかったら、ちょっと怖いですね。プルルルルって、あの急にかかってね、あの大丈夫ですかってね、フロントの方が来ても困るのでやめておきましょう。あ、すごい、これ天井のシャワーじゃん。ちょっともったいないよ、こんなホテル、こんな素敵なホテルをね閉めるのは。僕が後継人になりましょうか。そしてこれ、これ何、これすごい、これこれバスマットを、バスマットを滑らないようにするためのマットがあります初めて、待って、はい、こちら洗面所なんだけど、これ何、テレビ、すごい、これまたちょっと、まあ言ってしまえば年季のあるリモコンですけども、パナソニックの、これは何でしょう、つけましょう、パナソニック、おー、チューナーと接続していますと。映るのか、あ、テレビ、おー、すごいすごい、ちょっと怒られそう、怒られそう、やめて、ちょっと待って、バンされちゃう、危ない。すごい、テレビある、洗面所にテレビは初めてよ、僕たくさんのホテル泊まってきましたけども。いや、すごい綺麗でしたね、ユニットバス。はい、そしてまあまあ、でもまあ普通のビジネスホテルって感じですね。まあ、ビジネスではないのかな、まあ、一応観光向けでもあるのかな。で、これ見て空調がいいね、この空調、これまたね年季を感じますが。そしてこちらいいね、アナログの時計、そして電話と。基本的にこの黄色い電話はね、歴史を感じますね。はい、で普通のベッド、そしてこちらもね、さっき座っていたんだけど、この黄色の電話、まあちょっと言い方悪いかもしれないけど、この黄色はデフォの色なんかな、日焼けでこうなったとか、ちょっとわかんないんだけど。はい、そしてお待たせしましたね、カーテンを開けてどのような景色が広がっているのか、夜景の綺麗な、札幌で有名ですから、行きます。オープンです。はい、まさかの札幌の駅前通り側じゃないえ、ちょっと見えにくいね。なんとまさかのね、夜景がほぼ見えないということで、まあ、これがいわゆる紀ノ国屋ですね。紀ノ国屋の上、塾とか、ヤマハさんとか、スタバとかね、あと本屋さんが入っている建物の、真上ですね。そして、まあ、ビルあれ、想像してたのと違うけど、まあ、うっすらね、大丸とかタワマンとかね、まあ、ルートインの光が、見えておりますがあれ、表んたんと違うわ、表んたんと。はい、ということで、ルームツアーでした。まあ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 、まあ、直前割だしね、9200円っていうめちゃめちゃ格安の、まあ、ちなみになんと、
他の日程ですね、閉館までの5月30日までの料金見てもらったら、まあ、基本的に1万3000円から2万円が、デフォでした。かなり安いです、今日。僕はね、まあ、観光客ではないんだけど、観光客の方からしたらこんなね、アクセスのいいお部屋、まあいいホテルで9200円で泊まれたら、もうね、最高ですから。はい、まあということでね、今回センチュリーロイヤルホテルさん、もうね、泊まれる日程もあと20日ぐらいしかありませんから、まあ札幌近郊の方はね、まあもしかしたらね、視聴者の方の中にもね、51年間の中で1回でもね、泊まったことあるよっていう方きっとね、いらっしゃると思います。ぜひ最後にね、泊まってみてはいかがでしょうか。で、そしてね、お土産、カニしかありません。北のグルメ。個人的にね、こんな札幌のね、駅前のホテルが閉館してしまったらどうなるんだろうか。ね、こんなね、ところが廃ホテルになるとは思えないし、もしかしたら、この後の後継のね、後継ぎっていうか、後継ぎではないと思うけど、また別のね、ホテルが入って、ホテル名が変わるのか、めっちゃリノベーションされてみたいな。まあいろいろとね、想像は膨らみますけども。僕もちょっと頑張ってね、その中の、一人に競争できたらいいなと。月7万円くらいまでは出せますので、ぜひ、ね、センチュリーロイヤルホテルの支配人さん、よろしくお願いします。まあ、ということでね、このホテルのね、一番いいところ、アクセスですね。この周りにはまだまだたくさんね、お店がありますので、まあ、今からね、夜ご飯を食べに行ったり、少しね、ブラブラしていきたいと思います。まあちょっとね、ロビーの感じとかも、見たりしたいですね。それでは、行ってきます。ホテルの、入り口に、センチュリーロイヤルホテル閉館まで残り何日みたいなね、ボードがあるみたいなんで、それをね、見に行きたいと思います。はい。こういうタイプの鍵です。鍵はね、一つだけっていうのもまたいいね。はい、これね、なんと、ここのホテル、札幌駅直結なんですね。アピアのとこです。これもすごいよな。こんなアクセスがいいホテルが閉館か、しちゃうなんて、もったいないね。あったあった、これだね。残り25日。ありがとう。なんかいろいろ閉館のイベントやってますね。ご飯とかいろいろあるみたいです。横にね、スタバがあるので、それでテイクアウトしていきましょう。すごい、ファミマから。まっすぐ行けるんだ。はい、下のファミリーマートで買ってきました。牧場ミルク。これすごい美味しいんだけど、これはね、北海道外にもあるんでしょうか。北海道牛乳、生クリーム使用ということで、まあ、このね、下のファミリーマートもきっとね、このセンチュリーロイヤルホテルがね、閉館するに伴って、閉館するのかな。なんか閉店セールもやってましたね。じゃあこちら食べて、今日はね、お風呂に入って寝たいと思います。はい、お湯を止めました。バスソルトがね、あったので、これを入れたいと思います。やっぱね、ホテルの醍醐味はもうこれです。本当にもうね、お湯なんか溜めませんから。いきます。これなんかね、砂糖みたい。すごい、これ何、色変わんないんだけど、見えます？なんかね、砂糖みたい、本当に。なんか、なんだこれ。アロマバスソルト。リラックスバスタイムを演出しますと。あ、匂いか。これをよく入れて、よくかき混ぜて。なるほど。まあ、ということで、お風呂ね、入りたいと思います。はい、おはようございます。朝です。ね、あ、朝の景色はいいね。まあ、今日ちょっと天気が悪いんだけど。
はい、ということで今回ね、こちらのセンチュリーロイヤルホテルに泊まりました。すごいね、本当にアクセスがめちゃめちゃいいので、本当にね、ここら辺札幌駅周辺とかね、中心部を観光したい方はね、ぜひと言いたいところなんですが、閉館されてしまうということで、今後ね、ここがどうなっていくのか見ていきたいなって思います。まあ、あとね、残り数日、泊まれますので、ぜひね、一度泊まったことある方とかね、思い出しながら、懐かしみながらね、あと泊まったことない人もね、思い出作りにぜひということで、チェックアウトまであと1分です。帰ります。ありがとうございました。じゃあ、歴史があるじゃん。胸熱だね。